先月じゃない、今月か、山形のさ、フィッシングショーに行った時に、ブースを訪ねてきてくださったオーディエンスの方に、すっごいいいことを教えてもらったの。ほんと。おお、すげえなと思ったの。ベイトのスプールに、P ラインをダイレクトにくくって、こう、空回りしないような結び方はどうしたらいいのっていうのは過去にね、僕動画でアップしてるんですけど、僕がやってた方法にアレンジ加えて、もっと簡単に空回りしないように、で、ほどくときに簡単にほどけるようにっていう方法をね、編み出した人が、山形のフィッシングショーに来てくれて、目の前でそれをやって見せてくれて、レオンさん、これめちゃくちゃいいですから、って皆さんにも、ぜひ紹介してください、言われたので、今からちょっとそれをね、お見せしますね。ちょっと手元を次にカメラ下げます。はい。外します。カップを外します。スプーン出てきます。黒黒で見にくいね。ちょっと待ってね、ジャケット脱ぐから。自分が投げる手で持ってますから、右手で持ってこう投げて、左手で巻くわけです。この向きでカバー外してスプール出すでしょ。左右があるよね。ここ大事だからね。そのままこう持つ。これ、締まる方向と緩む方向があるので。だから、スポッと抜いたら、自分が投げる方向のまま抜いたら、そのまんまの方向で、今から糸結んでいきますから、見といてくださいね。とりあえずスプール置いときます。で、まずは糸。まあ、この40センチぐらいで。こっちが本線。こっちが余りの方ね。こうひねって、キュッ。1個輪作りました。同じ方向でもいいんだけど、もう1個輪作るんですけど、僕はここで逆向きに内掛けで回します。これどっちでもいいと思うんだよ。はい。こういうふうに2つ輪作りました。で、これが本線。で、輪作ったら、この余りで、本線ごと、1回、2回、3回通します。で、これをまあ軽く締めていくんですけど、はい、こんな状態にします。で、なんでこんな変な結び方するのかっつったら、引っ張った時にこの輪が小さくなるようにするための結び方なんです。で、引っ張れば元の大きさに戻る。そのために必要な結び方だったということをね、頭に入れておいてください。だから結果として、引っ張れば縮む、戻るような結び方が必須なんだよということだけ、ここで頭に入れておいていただきたい。で、さっきのスプールをさっき言った方向で持ちます。少し輪っかを縮めておいて。このね、教えてくださった方はね、頭いいなと思ったんだけど、僕の体よりこっち側の糸をスプールに1回、2回巻きます。で、僕の体側にあるこっちを、そのままの向きで、1回、2回巻きます。で、これを、ゆっくり締めていくんです。はい。締まりました。まあ、ちょっと指でこう、この間を整えてやっていき。もう、これで、スプールが回転する方向に動いたときに、一切空回りしないの、ここは。ギューって引っ張っても、もうほぼ空回りしない。もう僕指切れそうなくらい今引っ張ってる。空回りしない。これすごくない？僕今まで輪っか通してキュッと座ったら、ハーフヒッチ、キュー、ハーフヒッチ、キュー、ハーフヒッチ、キュー、
ハーフヒッチをものによっちゃ5回ぐらい繰り返さないと、これが空回りするんだけど、この方法ってさ、すごいよね。一発で空回りしなくなるんだよ。セルテープを貼る必要もないし、水道工場のシールテープを貼る必要もない。もうスプールの表面に糸がビタッと吸い付くようにしまって。で、回る方向に反対に力加わっても滑れないけど、逆に引っ張ると、これ。だから、また糸を巻き直すときの交換するときでもね、簡単にこれ、元の状態になっちゃう。僕のハーフヒッチだと、なんか、フックの先っぽで引っ掛けて引っ張り出して、こう、ハサミで切らないと、ここの、最初に寄ったところが取れないんだけど、これすごいよ。だって、やった逆をやると、取れちゃうの、こうやって。すごくない？これ。この、ハングマンズノットと呼ばれるね、ロープの編み方と一緒で、引っ張るとこう縮む方法で、輪を作ります。はい。輪をかぶせます。で、1回、2回。で、こっちも、1回、2回。はい。で、真ん中でちょっと糸目を揃えてあげて、で、綿を、こう、少しずらしながら、どん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 締めていきます。完璧、滑んない。よし。これすごい。これはすごい。これは素晴らしいことを教えてくださった。某ジーニアスさん、天才さん、ありがとうございました。さすがモッキーですよ。ねえ、僕と違って。よく名前をお聞きして、ちゃんと覚えてくれてます、モッキーが。新潟県のね、中山さんという方が教えてくださった、スプールノットの仕方です。これはすごいです。ぜひ皆さんも実践してみてください。